令和4年9月18日日曜日です。日曜日は、15時半から受付開始しております。 WML 登竜門カップ開始いたします。よろしくお願いいたします。はい、では第1グループの方くじ引きどうぞ。はい、予選第1ラウンド A グループ、ワイドツリンクラッシャー寮で争われます。出走ドライバーは上田選手、勝田選手、増瀬選手、睦美選手、上松選手、大平選手、和ちゃん。はい、スターティングマッシュルありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド A グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。ほら、結局橋の勝田さんがトップで帰ってきてん。ええー、とこでやってても一緒やて。うわさあ、トップで帰ってきたのは勝田選手、2番手増瀬選手、3番手勝ちゃん、バスがやめた。やめてない、マシントラブル。3番手勝ちゃん、4番手睦美、5番手上松、6番手大平、7番手上田、8番手渡辺。カーテンとマシュルお願いします。はい、ありがとうございます。続いていきましょう。さあ、トップは勝田選手、青白のマシン、後方2番手が白いマシンは増瀬選手、3番手グリーンがカズちゃん、4番手イエロー引っかかったが上松、4番手その後ろ睦美が5番手、6番手大平、7番手上田、8番手ワッタン。さあ、レースの残り時間は1分50秒です。序盤の1分が経過いたしました。登竜門カップ予選第1ラウンド A グループ、さあ、トップ勝ったが現在1コーナー2コーナー付近の青白のマシン、スタートる1人でいいっすよ。はい、走ってる車いいですね。はい、ナイスマーカム。さあ、残り1分30秒折り返し地点です。トップ勝った2番手変わってカズちゃん、3番手、上松か、4番手マセ、5番手ムツミ、6番手大平、7番いや5番手大平、6番手ムツミ、7番手ワッタン、8番手上田。残り間もなく1分です。さあ、残り1分、残り1分。さあ、トップは、あー、トップ飛んだが、まだキープ。いや、カズちゃんトップに立った、これで。さあ、カズちゃんがトップ、グリーンのマシン、上松選手はその後ろ、さあ、勝田選手は3番手まで交代、4番手マセ、5番手大平、6番手、あっと、クラッシュオン。さあ、カズちゃんクラッシュ、トップ勝って上松、2番手カズちゃん、3番手勝田、4番手マセ、5番手大平、6番手ムツミ、7番手ワッタン、8番手上田。さあ、残り30秒切りまして、残り20秒です。さあ、残りは間もなく10秒。さあ、各社ファイナルラップに入っていく。さあ、入った入った。さあ、ここで3分経過、次からゴールとなります。ゴール、レースの途中ゴール、もう一台。はい、自転車ゴールです。トップは上松選手、18ラップ3分6秒48。はい、ウォーミングアップラン、ご走行いただいて結構です。ウォーミングアップランどうぞ。続きまして、登竜門カップ予選第1ラウンド B グループへ参ります。はい、お待たせいたしました。10番エントリー、はい、ではスタートいたします。登竜門カップ予選第1ラウンド B グループ3分回収開始、スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートいたしました。さあ、マルオツーリンクラップ、オープニングアップ、おっと、さあ、クラッシュだった。こっから、こっから、いやいや、こっから、こっから。さあ、トップ山中、2番手高城、3番手高橋、4番手松田。おお、
さあ激しい肉弾戦になっている。いよいよ。さあ序盤の30秒が経過いたしました。隊列が少し伸びて高橋、高城、山中、松田。いいですね。さあおっと落ち着いて、ここから落ち着いて切り替えていきましょう。さあトップ争い、高橋対決。さあ山中も3番でトップグループに追いついた。松田も初参加ながら堂々とした走り。さあ登竜門カップ予選第1ラウンド B グループ、奈良オットリンクラッシャー寮で争われております。さあ高橋、高城、山中、松田の順、残りは2分です。序盤の1分が経過しまして、さあ少し中盤戦冷戦から落ち着いてきたか。さあここからミスったものが落ちていく。落ち着いて、ここからミスを極力減らしていきましょう、マイペースで。さあトップ高橋、2番手高城、3番手山中、4番手松田。さあ依然まだまだ上位陣ワンミス予断を許さないレース展開。残り時間は1分30秒、折り返し地点です。おっと、さあトップ一瞬危なかった。さあポジ、あーっと、さあ3番手ミスだったが、さあポジションは変わらず、しかし距離が変わってきた。トップ高橋、2番手高城、テール2ノーズの 0.3 秒差。さあ少し間が空いて、2秒後方に3番手山中、4番手松田が4秒後方。レース残り時間は1分10秒です。残り1分10秒。さあ3分間周回レース、まもなく2分が経過しようというところ。さあ中盤戦上位2台が抜け出たレース展開になっている。残りは1分です。残り60秒。登竜門カップ予選第1ラウンド B グループ、1分切りまして、トップグループは依然テール2ノーズ高橋 VS 高城。この日が4台のナロースリンクラッチャー寮で争われます。さあ残り時間は40秒。さあトップグループこのままの順位でゴールするか。残り35秒。まだまだ一触即発状態。残り30秒のコール。1位2位 0.3 秒差。2番手高城、3番手山中は 3.5 秒。3番、おっと、さあちょいミスが出た。これでトップ高橋楽になったか。高城が後方距離が少し広がって1秒。さあ山中は少し近づいて 2.7 秒。4番手は松田。ラスト10秒。さあ各社ファイナルラップに入っていくでしょう。さあファイナルラップに入っていく。山中ももう一周入った。さあここで3分経過、次からゴールとなります。ああゴール、レース走行中、ドライバー動かないでくださいね。はい、電車ゴールです。ナイスラン。トップゴールは高橋選手、16ラップ3分7秒51。こういうモンカップといえどもなかなか緊張感のあるレースでした。はい、続きましてでは予選第1ラウンド C グループへ参ります。 C グループ出走ドライバーは今村選手、玉岡選手、浩平選手、塩坂選手、堀田選手、佐藤選手、森山選手。はい、操縦台取り引きに手を決めていただきましたら、ウォーミングアップ番号投稿ください。はい、よろしいですか。では前列グリッド、今村航平、堀田森山、今村航平、堀田森山は4方前列グリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。それではスタートいたします。スタート10秒前。登竜門カップ予選第1ラウンド C グループ、まもなくスタートです。さあスタートしました。あ、前列真ん中いいスタートを切ったのは青白のマシン堀田選手だ。2番手白いマシンが今村選手、3番手森山、4番手浩平、5番手塩坂、6番、おっと、さっきの仕方。さあこれで順位の変動があった。トップは変わって今村、2番手がドナルド。さあこれで、おっと、さあ堀田2番手、3番手塩坂、4番手玉置、5番手浩平、6番手森山、6番手佐藤、7番手森山。さあトップは今村選手、白い、さあ中央、はいクリア。あ、マシントラブル。さあ森山選手が少しマシンの調子が悪いようだ。トップは白いマクラーレンと LVC 今村選手、現在中央セクション。2番手争いは堀田、塩坂、玉吉、浩平。さあ四つどん、あっと、さあホタークラッシュ転倒。これで変わって塩坂2番手浮上。塩坂2番手、3番手浩平、4番手玉吉、5番手堀田。さあ2、3、4、5が
熱いバトルとなっている。さあ塩坂抜け出てきたか。そして6番手に佐藤父、7番手森山。さあレース残り時間は1分40秒。さあ3分間周回です。まもなく折り返し地点が見えてきた。残り1分40秒。トップ今村選手が現在中央セクションから後半セクションに入っていく。さあ計測駆け上がりのホームストレート白いマシンがトップ今村選手、2番手塩坂選手、3番手浩平選手。さあここが近いか。さあ塩坂選手は白赤のマクラーレン 12C。 さあ3番手浩平選手は白ピンクのマシン、4番手玉吉選手は電飾のアレックス7、そのすぐ後ろ青石、おっと抜かした。さあこれで堀田が4番手前に出た。さあ玉吉堀田、さあここに佐藤はワンラップか。でもまあ ラップマーカーの処理もレースですんで。さあ残りは1分、残り1分、3分が周回です。2分が経過いたしました。トップ今村が逃げる展開。2番手塩坂、おっ後編迫ってきてる。さあ2番、3番塩坂 VS 後編。さあここが近いぞ。あっとクラッシュ転倒。さあ転倒は後編だ。これは痛いタイムロス。残り35秒です、まあ、走ってる車優先ですからね、仕方がない。残り30秒です。残り30秒。残り30秒。まあ、とはいえ予選は2回ありますので、2回中1回決めれば OK。 残りは20秒。さあ依然トップは今村選手、2番手塩坂、玉吉が3番手、4番手掘ったか。ここが近いのか。3番4番。さあ残り10秒。さあもう1周入るか、ファイナルラップとなるか。注目は玉吉掘った。あっとさあ入った入った。さあファイナルラップ、今村ゴール、今村ゴール、今村のみゴールです。さあゴールゴール、レッドコーチュ、レッドコーチュ。さああと2台。はい、電車ゴールです。ここだ。今村選手16ラップ3分0002。ほんま02秒足らんかった。はい、お疲れ様でした。では続きまして予選第1ラウンド D グループご準備ください。 D グループは GP6 クラッシャー両で争われます。7本ですね、くじ引き7本でお願いします。 D グループ出走ドライバーは玉岡選手、上田選手、清坂選手、堀田選手、上松選手、渡崎選手、高橋選手。6番、エンカリー、はい、エンカリー、はい、では前列グリッド、玉岡、清坂、上松、高橋、玉岡、清坂、上松、高橋、4台前列グリッドください。はい、では参ります。登竜門カップ予選第1ラウンド D グループスタートいたします。スタート10秒前。さあこのグループは GP6 クラッシャー両で争われますが、軽トラが2台ですね。2トン車ぐらいですね。さあスタートしました。さあクラッシュ音が響いている。さあトップで帰ってきたのは高橋選手、2番手清坂、3番手松虎、4番手玉吉、5番手堀田、いや5番手上田か、6番手堀田、7番手はあった。さあ序盤隊列が整ってくるか。トップ高橋が逃げる展開。現在あっと痛い転倒。さあ打ち抜かれてポジション入れ替わりがあったか。トップは白、蛍光イエロー、ブルーのグラデーションから現在計測駆け上がりからストレート、高橋選手、2番手塩坂選手が白赤の GTR R33GTR。 さあ3番手には軽トラ、これは松虎上松、4番手その後ろ堀田、5番手おっと転倒。さあこれで5番手がワッカンかな、6番手玉吉、7番手上田。さあトップ高橋が大逃げレース展開。現在中央セクション白蛍光グリーンブルーのグラデーションからのトヨタ GR2 プラン、現在ストレート、それを追います。2番手塩坂選手は白赤日産勢ですね、日産 R33GTR。 あー軽トラ転倒、転倒したのこれは上松か。
さあこれで軽トラ対決はワッタンが前に出た。トップ高橋と2番手塩坂、3番手堀田、4番手ワッタン。さあこれで4番手入れ替わったか。さあ玉吉が4番手、5番手ワッタン、6番手上田、7番手上松。さあラスト1分、ラスト1分、3分が周回です。2分が経過いたしました。 GBC クラシアルダーの人あります。東林門カップ予選第1ラウンド D グループ。おおさあ玉六戦と、さあこれで軽トラ入れ替わりがあったか。残り35秒です。さあ依然トップは高橋、おにぎり状態。さあ玉吉が先頭が出た。2番手は塩坂。おっかああ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 あさあ残りは間もなく15秒。さあ間もなく10秒、残り10秒、残り10秒。トップ高橋、2番手塩坂、3番手堀田、4番手玉木、5番手上田、6番手渡辺、7番手上松。タイムアップ。さあタイムアップ。順位変わらなかったね。ゴールゴール、ゴール、レッドコーチゴールゴールゴール。はい、全車ゴールです。トップから高橋選手、唯一15ラップマークしました。3分11秒8で、はい、では第1ラウンド終了です。インターバル5分間、5分間、後予選第2ラウンド行います。はい、東龍門カップ予選第2ラウンドです。ご準備ください。A グループの方は、出走ドライバーご準備くださいね。上田選手、勝田選手、増瀬選手、睦美選手、上松選手、大平選手、和ちゃん、綿崎選手。はい、8台走行です。それではスタートいたします。東龍門カップ予選 第2ラウンド A グループ3分間周回スタートです。スタート10秒前。スタートしました。東龍門カップ予選第2ラウンド A グループワイドツーリングクラッシャー場で争われております。さあトップで帰ってきたのは綿崎選手、2番手上松、3番手勝田選手、4番手大平選手、5番手勝田、6番手睦美、7番手マテ、8番手上田。おっと、さあ最初からクラッシュ型あるある、よくあること。さあトップ走行は白蛍光ピンク丸ボロがバッタン、その後ろ上松勝った。さあ2番3番テルツノズ、4番手に大平、5番手むつみ、6番手マセ、7番手カズちゃん、8番手上田。なんか上田さん動き大丈夫、なんかティーバーかフリクションか緩んでる動きしてる。さあ残り2分です、残り2分。さあ最終コーナークラッシュだった。あー1コーナー大クラッシュが、さあ1コーナー、あマジトラブル、ボディもうテープ外してボディだけはめてあげて。さあレーサー残り1分40秒です。残り1分40秒。トップワッタン、2番手上松、3番手勝田、4番手むつみ、5番手マセ、6番手カズ、7番手大平、8番手上田。え、なんで？さあ残り時間1分20秒です。残り時間1分20秒。トップワッタンがこのまま逃げ切るか、2番手上松候補 1.4 秒。刺さってる、刺さったのカズちゃん、ナイスマーサー。さあ残り時間はまもなく1分です。残り時間1分。トップワッタン、2番手上松、3番手勝った、4番手ムービー、5番手マテ、6番手勝った、7番手上田、大平がリタイア。さあトップワッタンは、おっとー、さあムービーが飛んでた。いや2回目で大きくジャンプアップできそうだ。残り40秒です。残り40秒。さあ残りは間もなく30秒です。
残り30秒。そういうもんか。予選第2ラウンド A グループ、トップはさん、2番手上松が距離が1秒強 1.3 秒、勝ったがその後ろ 2.8 秒、3秒ですね、勝った3番手3秒後方、松井選手は5秒後方、4番手5番手6秒、6番手勝った7番手上で8番手上。さあ残りは10秒切って、まもなくタイムアップとなる。さあもう一周どうだ、入るか入るか。タイムアップ、タイムアップ5秒2番、5秒6番、5秒1番、上松バッターパッター回せ、ムクミ上田ゴール、5秒8番、はい、前下ゴールです。最後上松バッター入れ替わった、入れ替わったね。はーい、はい、では続きまして予選第2ラウンド B グループ操縦台を決めいただきましたら、ウォーミングアップランご走行ください。出走ドライバーは山中選手、松田選手、高橋選手、高城選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります、トリウムカップ予選第2ラウンド B グループ3分間周回レーススタートです。スタート10秒前。さあスタートしました、トリウムカップ予選第2ラウンド B グループ。 B グループはナロホツーリングクラッシュ車両で争われます。さあオープニングラップトップで帰ってくるのは山中選手、2番手高城選手、3番手松田選手、4番手高橋選手。さあ第 B グループ予選第1ラウンドでは暫定ポールタイム、高橋選手が96ラップの3分7秒をマークしておりました。さあ第1ラウンドとは逆の序盤レース展開となったでしょうか。山中選手が抜け出てきた、2番手高城小林 0.3 秒、3番手松田、4番手高志、とはいえ1位から4位までがなんと1秒強の間にいる。さあトップ山中、このまま守りきれるか。2番手高城がぴったりマーク、3番手松田、4番手高志。残り2分、さあレーサー残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。依然トップグループが非常に僅差、そして3番4番も近い。さあ3番松田、4番高橋も近いぞ。さあここで行かせて高橋が3番手に浮上、いいですよ。もう松田選手も非常にレース動員行ってますね。ダブル MN のトリオンモンカップ初参加、松田選手ナイスドライビングを見せている。さあトップグループ依然緊迫状態、山中 VS 高城 0.3 秒。さあいいですね、各車非常に丁寧なドライビング。レーサー残り1分15秒、さあ折り返しが過ぎている。3分が周回です、後半戦に入っている。残り1分10秒です、残り1分10秒。さあ依然トップは山中、2番手高城ミニペース。さあ高橋が3番手4番手、あっとまず落ち着いて、ここからねミスった後落ち着いて連続でミスしないようにね、マイペースを維持していきましょう。さあラスト1分、ラスト1分、依然トップ争いテールツノーズだ、山中 VS 高城。さあ残り50秒。さあこのペースでいけば16ラップいいところで帰ってきそうだ。さあ残り40秒。さあ高橋もじりじりと追い上げる3番手、松田も構想を見せている4番手。さあレーサー残り間もなく、さおっと高橋がミスだった。さあ残り30秒、残り30秒。さあ1位に山中高橋が近い。さあ残り20秒、あと2周というところでしょう。トップグループ、うわ打ったから、さあ入れ替わり合った、ここで潰し合った、あー落ち着いて喜ぶのは高橋さんだけやで。さあファイナルラップ、さあここでタイムアップ、松田選手ゴール、レース続行中、レース続行中。さあゴール、あと2台ゴール、もう1台、はい、電車ゴールです。トップゴールは山中選手、守り切りました。16ラップ3分8秒23。いやー熱いレースでしたね、予選レースから熱いレースが見られております。はい、では続きまして予選第2ラウンド C グループご準備ください。
C グループ出走ドライバーは今村選手、玉岡選手、浩平選手、塩坂選手、堀田選手、佐藤選手、森山選手。はい、いいですか。では前列グリッド、玉岡、塩坂、佐藤、玉岡、塩坂、佐藤、お三方前列グリッドです、その他の方は後列グリッドにお付きください。はい、スタジオマーシャル、ありがとうございます。では参ります。登竜門カップ予選第2ラウンド C グループ3分が周回です。スタートです。スタート10秒前。大丈夫大丈夫。何でもええわもう。さあ、オープニングラップトップで帰ってきたのは白いマシンだ。トップ今村、2番手森山、3番手浩平、4番手塩坂、5番手堀田、6番手佐藤、7番手玉木。さあ、序盤のつばり競り合いから隊列が整ってきた。トップは今村選手、白いマシン、現在ストレートから1コーナー。さあ、クラッシュオン。2番手森山選手が後方1秒以内だ、 0.5 秒というところでしょうか。少し間が空いて3番手は白ピンクが浩平選手、4番手白青が堀田選手。さあ3番、おっと痛い点とクリア。さあ3番4番も手術の状態、塩坂5番手、6番手玉木、7番手佐藤。さあレースの小時間は間もなく2分となります。1分経過。さあトップ争い、今村 VS 森山、後半セクションに入っていく。さあテールツーノーズ 0.2 秒差というところ。さあその後方3番手グループもテールツーノーズだ、ホーケー VS 堀田。さあここも近いぞ。5番手には玉木ちゃんがでいいか、いや5番手塩坂は5番手、6番手玉木、7番手佐藤。さあトップ入れ替わりがあった。さあこれでトップは変わって森山選手、白赤いラインに入ったままアウディ R8、 森山選手が前に出た。さあ今度は前後入れ替えて森山、今村。さあ距離が少し空いて 0.5 秒。3番手は浩平が寒く抜けずいったか、浩平3番手、4番手堀田。さあトップ再び入れ替わっている。さあ再び今村がトップに立った。2番手森山、3番手浩平、4番手堀田、5番手塩坂、6番手玉木、7番手佐藤。さあ3、4、5が等間隔の距離となっている。さあ浩平堀田、あっと浩平見つかった。さあこれで堀田が3番手浮上、浩平がすぐ後ろへ復帰。塩坂さん前がやり合えばチャンスがあるぞ。玉木佐藤、残りは30秒です。残り30秒。さあトップ争いはどうなっている。今おっとクラッシュオン。さあ堀田が痛い転倒だ。残り時間は20秒、残り20秒。さあトップ争いはどうなっている。さあ今村森山、ここは距離が 1.1 秒。2番手森山、3番手浩平が6秒か、浩平塩坂今度は変わって3番4番。さあここはほぼ転倒のんだ。残り10秒のコール。さあ各社ファイナルラップに入っていく。残り3、2、1の1ランク森山ゴール。さあ次からは堀田ゴールですね。はい、佐藤ゴール、浩平ゴール、塩坂、玉木、今村全社ゴールです。ここで今村選手出ました。17ラップ3分10秒51。さあ C グループモービスクラスの車両とはいえ非常に熱いレースでした。はい、では続きまして D グループご準備ください、ご準備ください。 D グループは GP6 クラッシュで争われます。出走ドライバーは玉岡選手、上田選手、清坂選手、堀田選手、上松選手、綿崎選手、高橋選手。はい、くじ引きにて当時はお決めいただきました。ウォーミングアップランご走行ください。はい、スタジオマーシャルありがとうございます。それではスタートです。スタート10秒前。さあ、スタートいたしました。
軽トラ2台をバリケード状態になってしまいました。さあトップで帰ってきたのは先ほども同じく高橋選手だ。さあ2番手堀田、3番手は、上田、いや2番手上田。さあこれで上田が2番手浮上、トップ堀田、2番手上田。あーっとしかしさ押し込まれた。さあこれで軽トラが2番手まで上がってきたぞ。トップ堀田、2番手これ上松、3番手玉吉、4番手高橋、5番手危ねえ軽トラ同士が正面衝突するやった。さあ残り時間は2分15秒です。あー最終点灯ボボかナイス。さあトップは堀田、白青のマシン。さあこのまま逃げ切りたいところ2番手天聖高橋、3番手上田。さあ高橋上田2番3番争い、4番手宮玉吉、5番手塩坂、6番手割った7番手マストラ。まあ予選やしね。あー高橋ミース。さあこれで上田が2番手に浮上、トップ堀田、2番手上田。堀田さん落ち着いて、軽トラのプレッシャーに負けてるで。さあトップは堀田、2番手上田、3番手高橋、4番手塩坂、5番手玉吉、6番手割った7番手上松。さあトップ堀田このまま逃げ切れるか。あお残り60秒。はい、ラスト1分。なんかあの横にワイヤーつくっといてこけへんようにしといた方がええんちゃうか。感動メーター。そう膝出ししといた方が。さあトップ堀田このまま逃げ切れるか。2番手上田が後方 2.3 秒、3番手高橋、4番手塩坂、5番手玉吉、6番手軽トラバトルはバッターも出ます。あーっとさ塩坂ちょっとミスだった。さあこれで玉吉が前に出たか、もともと前か。さあ残り時間は20秒です。残り20秒。トップ堀田、2番手上田、3番手高橋、4番手玉吉、5番手塩坂、6番手ワッタン、7番手上松。残り10秒。さあ間もなく3分経過。逆転、ケースの逆転あった。はい、塩坂ゴール。堀田トップゴール。レース走行中、レース走行中。ゴール、これもう1台。ドライバー動かないでください。はい、全車ゴールでトップゴール。堀田選手、14ラップ3分5秒17。はい、各グループ集計結果出ます。決勝は全レース6分レースですので、登竜門カップ決勝レース参ります。 A グループご準備ください、ご準備ください。出走ドライバーは上松選手、ワッタン、勝田選手、カズちゃん、マセ選手、ムツミン、上田選手。 OK、じゃあ久々思い出した、ちゃんと聞いてくださいね。上田さんに車当てた人はロングランですんで。はい、もう一遍グリッドとりあえずついてから説明しますね。はい、1番グリッド上松選手、2番グリッドワッタン、3番グリッド勝田選手、4番グリッドカズちゃん、5番グリッドマセ選手、6番グリッドムツミ、7番グリッド上田選手。はい、もう一回言いますよ。上田さんに車がちょっとでも接触したら、ムツミン除外、ムツミンは除外です。ムツミン除外ね。上田さんに車接触した方はそのピットロードを後半から入ってクリーンと回って一周ロングランですんでペナルティー。はい、では参りたいと思います。みんな見といて、こんなんでもみんな楽勝で対応していくから、エキスパートドライバーは楽しみに見ててください。では参りたいと思います。登竜門カップ決勝 A グループ6分間周回です。スタートです。スタート10秒前。思い出した、これがあったね。
さあスタートいたしました。さあ特別ルール、上田車両に接触した車両はロングラン走行です。お、いい感じ。さあトップ、あーこれ勝った。さあこれでトップで勝った。トップあった2番手上の3番手勝った、4番手勝ちゃん、5番手マセ、6番手むつみ、7番手上田。大丈夫大丈夫、落ち着いて。さあトップあった2番手上松、3番手カスター、4番手カズちゃん、5番手マセ、6番手むつみ、7番手上田。さあ期待値が上がってきました。さあバリバリの期待値で、もうそろそろメーターが残り5分。さあ残り5分、序盤1分経過。うまい、当たった、はいはいはい、バッタン上松のショートカット当たってたよ、だってショートカットじゃん、ロングラインうまい、ロングラインうまい、ロングラインうまかった。さあこれで勝ったが1台抜けてる展開。タイヤに当たってもやったからな。今当たった。もうええわもう。一回回収で、あのドライバーに返してあげてください、後ろ通って。はい、じゃあ勝田さんもロングライン一発いきましょうか。さあレーサー残り4分10秒。うまいね。さあここで戻った、すごいね、そんだけの同じような時間しか使ってないということですね。さあトップはカズちゃん、2番手ワッタン、3番手上松、あーっとー勝った点と。さあこれでマッセ、あマッセ勝った入れ替わりか。さあ残り時間3分50秒です。レース残り3分50秒。さあこれは結果カズちゃんサービスレースになっている。上松が2番手 2.2 秒。おっとっと、さあカズちゃん上松、これで距離が縮まった。3番手上松、ワッタン、4番手ムツミ、5番手マセ、6番手カッサ、上田選手はピットイン。さあ残り時間3分20秒です。さあ6分間周回レース、まもなく折り返し地点が見えてきたところ。さあカズちゃんトップ後方、上松が迫ってきている。さあ1位2位が 0.3 秒差。ワッタン3番手、4番手ムツミ、5番手カッサ、6番手マセ。さあトップ争いがテールトゥノーだ。さあカズちゃん上松 0.2 秒差、現在中央セクションから後半セクションに入っていく。さあワッタンがもう落とした、しかし見つかった。さあ2番上松、3番ワッタンが 2.5 秒差、3番ワッタン、4番でムツミンが 2.9 秒、4番ムツミン、5番カッサが 0.7 秒、5番カッサ、6番マセが 1.1 秒。さあまだまだ各ポジションそれぞれ距離の近いレース展開になっている。さあとはいえ1位2位が完全テールツノーズ。レース残り時間は2分30秒です。残り2分30秒。おっと、さあこれで、おっとムツミのミス。さあこれでトップ上松、2番手カズちゃん、3番手ワタン、4番手カッタ、5番手マセ、6番手ムツミ。上田さん、直したら戻っていいですよ。あ、全然、うん、レース中なんでまだまだ2分ありますから、お楽しみがあるので全然全然戻ってもらっていいです。残り2分。さあ残り2分。さあ残り2分でトップ上松、2番手ワッタンが 2.2 秒。おっとっと、さあうまいね。さあこれで六つ見ますが再び入れ替わった。さあトップは上松選手、現在2コーナー3コーナー付近、後方2番手ワッタンが白蛍光ピンク、3番手すぐ後ろにグリーンのマシンがカズちゃん、4番手白青勝った選手、5番手ムツミン、6番手マセ、ここも5番6番テールツノーザー。レーサー残り時間1分30秒切りまして、残り1分20秒です。残り1分20秒。さあトップ上松、おっ引っかかった。さあこれでラップマーカー入り乱れて難しいところに入ってしまった。さあ上松ワッタンテールツノーズ、とにかくムツミン頑張れムツミン、あ生かした、あっ生かした、ボディ外れた。さあ残り時間は1分です。残り時間1分。
さあちょっとクラッシュもバタバタしだしたぞ。さあ結局トップ上松が抜けてきている。2番手はこれでカズちゃんですね、グリーンのマシン。3番手カズタ白青、4番手ワッタ、5番手マセ、6番手ムズミン。さあマセムズミンが出るとどうだ。白いマシンがマセ選手、その後方ムズミンが白黄色黒のマシン。さあワッタン6番手、残り時間は35秒、残り35秒。さあ残り1分切って最終局、おっとさあムズミンマセ入れ方、残り30秒。さあカズカッタが近づいているか、2番3番、 1.5 秒。とはいえラスト20秒、トップグループはあと2周とどこでしょうか。さあ残りは15秒、トップ上松、2番手カズちゃん。さあラスト10秒、カズちゃんファイナルラップに入っていく。さあ入った入った、トップ上松はもう1周いきそうだ。さあワッサンは、はい、タイムアップ、ゴール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 、もう1回まだですよ、動かないでくださいね。はい、電車ゴールゴール上松選手、2位カズちゃん、3位カズタ選手でした。お疲れ様でした。登竜門カップ決勝 A グループ終了となります。では続きまして第2グループご準備ください。 B グループ出走ドライバーは高橋選手、山中選手、高城選手、松田選手。じゃあ、操縦台はあの逆順ですんで、松田さんから操縦台をお選びください。3番グリッドからです。3番グリッド高橋選手、4番グリッド山中選手、5番グリッド高城選手、6番グリッド松田選手。さあ登竜門カップ決勝 B グループ、ナローツーリンクラス車両で争われます。6分間周回です。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それではスタートです。さあオープニングラップ、順位の方は高橋、山中、高城、松田の順、素晴らしいですね。このまま頑張って残り5分30秒いきましょう。もう前に追いつこうとか抜こうと思ったらミスの原因なんで、このままでいいっていうぐらいのつもりがレースではいいペースになります。ただ前の車がミスったところは絶対避けるっていう心の余裕を持ってください。ちょっとだけでいいんで、まあ、レースやから気は焦るんですが素晴らしいですね。さあレースは残り5分10秒です。さあ各車おっと痛いミス、この後ねミスったもんはしゃあないんで気持ち切り替えて、ここからここから、そうそう、その後連続でミスらないように。残りは5分となります。1分経過、トップ高橋、2番手山中、3番手高城、4番手松田。さあ非常に丁寧なレース展開、各車スムーズなドライビングです。登竜門カップ決勝 B グループ、さあトップ走るのは白、抹茶グリーンの、あ、マシン変わってません、高橋選手。さあ高橋選手は予選走行では、あ、そんなことないわGP6 やな、ね、スープラやったの。さあトップは高橋選手、白、抹茶グリーンの日産 R33DTR、 2番手山中選手は白、ピンクトヨタ GR スープラ、3番手に白いトヨタ GR スープラが高城選手、4番手、おっと、さあ2番手クラッシュがあった。さあこれで2番手入れ替わり、高城、山中、松田の順、2、3、4、これでトップ高橋選手が少し楽になったか。現在ストレートから1コーナー、2番手高城選手、距離が前との距離は 4.1 秒。さあそして2番手高城、3番手山中が 0.9 秒差、3番手山中、4番手松田がここは近いぞ 0.5 秒。さあ面白くなってきたのは2、3、4、等間隔 0.6 秒から 0.7 秒の間で2、3、4、隊列が整っていく。その間にトップ高橋が逃げる。レースは残り間3分30秒です。さあまだまだレースタイム半分以上残っている。さあ我慢大会の様相を呈してきたミスターマシンドライバーがポジションを下げていく。トップ高橋、現在後半セクション、中央セクションが2、3、4、高城、おっと山中中ミス、高城、山中、松田、それほどタイムロスにはなっていない。さあ決してミスれない
ナローツーリンプラス。さあ残り時間は間もなく折り返し地点となります。残り3分、レースは残り3分、6分間周回レース半分が経過いたしました。トップ高橋が逃げる展開、現在2コーナー付近、2番手以降はまだまだ分からない距離だ。高城、山中、松永潤、2、3、4。さあここがそれぞれ1秒切っているか。レースは残り2分40秒です。さあおっとっと、さあ落ち着いて、さあ松田選手が少しミスがあった。さあこれで2番3番が2台に絞られるか。うお、さあ高城、山中、テールツーノーズ。さあ残りは2分20秒。さあ2番手争いが激しい。さあこれはやり合ってはトップが逃げていく。2台で前を追わなくてはいけない。おっと、さあちょいミスだ。さあなんとかポジションはキープだ。さあ高城、山中、変わらず 0.2 秒。残り2分。トップ高橋、2番手高城、ここは 3.6 秒ですね。3.6 秒。おっとっと、さあ2番手高城、3番手山中が 0.4 秒。さあ4番手には松田、5秒。こう、さあその後ろにはトップの高橋が見えてきた。はい、ありがとうございます。さあ高橋トップ、2番手高城、 3.4 秒変わらず。レース残り時間は1分30秒です。残り1分30秒。さあ2番手争い、依然テールツーノーズ、高城 VS 山中、 0.3 秒差。さあ非常に緊迫した熱いバトルとなっている。これも意地と意地のぶつかり合い、ミスたら終わりですから。そしてミスなくいけば、例えばトップがね、ミスって2グループに追いついてくることも、2グループが追いつくこともありますから。残り1分。さあ6分間周回レース5分。おっと、さあトップちょっとカチャッと言いましたが、まだ余裕はあるか。さあ高橋トップ、2番手高橋は3番手山中。レースは残り45秒です。残り45秒。さあ4番手には松田。さあ高橋、このままトップ守りきれるか。前はクリアだ。さあ高城、山中、ずっとバトル状態で2本。おお、さあ山中惜しいが、ちょっと合わせきれなかったか。残りは25秒。さあこれで高橋はかなり楽になった。現在ストレート、2番手高城、3番手山中、4番手松田。さあ残り間もなく10秒。さあ間もなく6分タイムアップとなる。さあ各社もう一度入った。さあファイナルラップに入っていく全車、ここで6分経過タイムアップ。さあトップは高橋選手が落ち着いてゴール。はい、全車ゴールです。ナイスでした。トップの高橋選手、2位高城選手、3番手真中選手でした。いやいや、初参加の松田選手も非常にいいドライビングでした。お疲れ様でした。はい、では続きまして、決勝 C グループご準備ください。 C グループ出走ドライバーは今村選手、森山選手、浩平選手、塩坂選手、玉木選手、堀田選手、佐藤選手、大平選手。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。では参ります。登竜門カップ決勝 C グループ6分間周回でスタートです。スタート10秒前。さあ早めのスタートに決まる。おっと、さあいきなり2コーナー1コーナー取り合いで、サイドバイサイド、熱いドライビングが見られました。さあこれで隊列整って、今村航平、森山、塩坂、堀田、大平、佐藤、玉木の順。さあまだまだ序盤戦。おっとミスったら落ちていく。あー、クラッシュ最終セクション。さあ2台3台が絡んでさあ1台転倒、マーシャルお願いします。さあ序盤の30秒経過、トップ今村が白いマクラーレン 12C、 現在中央セクション2番手浩平だ。さあ浩平は白ピンクのツートンから。さあ3番手塩坂、大平順、5
5番手は森山、6番手堀田、7番手玉吉、8番手佐藤。さあ序盤少しバタバタとしまして、さあレースは残り5分です。1分経過、残り5分、残り5分。さあトップ今村このまま逃げ切れるか。2番手公平、さあ大平が3番手浮上、さあ塩坂少し下がって4番手、5番手森山、6番手堀田、7番手玉吉、8番手佐藤。さあモービスクラスといえども非常に熱いバトルとなっている東流モンカップ決勝 C グループ。さあトップは白いマクラーレン 12C、 現在1コーナー付近の今村選手。さあ2番手争いが激しいぞ。さあ白ピンクのツートンカラーは浩平選手。さあイケメンドライバー、おっと、さあイケメンドライバー浩平選手が2番手走行すぐ後ろ。さあ3番手シルバーのマシン大井選手、さあ大井選手は3番手まで上がってきた。4番手森山、さん森山が1つポジションを上げた。塩坂5番手、6番手堀田、7番手玉吉、8番手佐藤。おっと、さあ大平がクラッシュ、これで3番4枚入れ替わり。さあレースは残り4分です。残り4分、トップ今村、2番手浩平、3番手おっと、さあ玉吉クラッシュ。おっと、さあ最終コーナー先頭が出ている。さあ残り時間は3分45秒です。トップ今村、2番手浩平、3番手森山、4番手これで塩坂ですね、5番手堀田、6番手大平、7番手玉吉、8番手佐藤。さあおっとっとっと、さあドアッとクラッシュがった。さあ残り3分20秒です。残り3分20秒、まだまだ前半戦ですよ。半分以上レースタイムが残っている。さあ大平堀田、ここはどういう同時周回だが、トップの今村が来た。さあ残り3分10秒です。トップは今村、2番手浩平、それほど距離は離れていない。さあ今村浩平がここで2秒差ですね、2秒差。さあ浩平森山は天狗門だ。さあ2番3番、浩平森山2番3番が1秒切ってきた、0.5 秒とところでしょうか。そして4番手はこれで粘って塩坂、5番手大平、6番手堀田、7番手玉、おっとクラッシュ。さあなんとかレースは戻って、2番3番デルズノーズ、浩平 VS 森山2番3番、そして、大平、あーしかし堀田ミスだった、危ない危ない。さあこれで中段以降は距離が空いたか。トップ今村、2番手浩平、3番手森山、ここは近いぞ、2番3番大平森山が2番3番だ。4番手には塩坂、単独ですね、前後クリア。5番手大平、塩坂大平が 2.6 秒、5番、そして5番手6番手大平堀田が 3.2 秒、堀田玉吉が 1.4 秒、ここは近づいてきたか、堀田玉吉が 1.4 秒、佐藤が8番手。レース残り時間は2分です。残り時間2分。さあ後半戦に入っているレース展開、2番3番浩平森山が依然テールスノーだ。おーっと、さあ2コーナー3コーナーラインがクロスする。さあこれで森山前出た。おおっ、しかしいや、さあ2段クラッシュ。さあこれで浩平森山結局はポジション一緒、これで追いついてくるのはどのマシンだ。おっと1コーナー苦しかった。さあこれでトップ今村が大きくリードを奪う。2番手浩平との距離は 4.2 秒。さあ浩平森山再び2番3番テルツノーザ、残りは1分15、まだまだレースタイムが残っている。残りは1分15秒。おっと森山クラッシュ出た。さあ三番キッチはこれはワンラップか。さあ4番手は塩坂単独ですね。さあ塩坂安定した走行で4番手走行、5番手大平、ここの距離も少し広い、や塩坂大平距離割とあトップ今村引っかかっているぞ。あさあ今村タイムロスがあった、これで浩平が来た。さあ今村浩平 0.7 秒、さあ1秒来て森山も来たぞ。さあ1、2、3、一気に水の前、残り45秒。さあ最終局面で1、2、3が、さあ 1.2 秒の、いや1秒の間だ。さあ1、2、3、今村が、あーなんて浩平もいや残り30秒。さあボディテーピングしていなかった、残りは20秒。さあトップ今村、あそこはそこはかわいそうやな、一瞬一瞬から残り12秒。
か、もうせ。さあ、残り10秒のコール。まあ、コウヘイ君一周さすいてあげるから。さあ、残り3、2、1の、ここで6分経過、追加のゴールです。ゴール、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 はい、選手はゴールです。ソフトゴールは、今村選手、2位森山選手、3位塩坂選手でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、暑かったですね。まあ、もう登竜門ではもう C グループがこの辺がメインイベントですので。はい、では続きまして D グループご準備ください。 D グループは GP6 クラッシャー で争われます、ご準備よろしいですか。ちょっと連投の方もおられるのでぼちぼちご準備されてください。操縦台後ろで待機です。出走ドライバーは高橋選手、堀田選手、清坂選手、上田選手、玉木選手、ワッタン、上松選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それでは参ります。登竜門カップ決勝 D グループ6分間周回です。スタートです。スタート10秒前。 D グループは GP6 プラス軽トラで争われます。さあ、スタートいたしました。登竜門カップ決勝 D グループ、おっと、最初は先頭で3番 GTR、 一番こけなさそうな車がこけた。あ、落ち着いて、あ、トップ、トップ高橋選手。さあ、 GR スープラも片輪走行を見せていた。さあ、トップ高橋、2番手堀田、3番手塩坂、4番手上田、5番手バッタン、6番手上松、7番手玉吉。大丈夫、プロポのモデル間違えてない？大丈夫。さあ、おっと、さあ、トップ高橋突き刺さっている。これで4番手まで下がった。代わってトップに立ったのは白青のトヨタ GR スープラ。こちらは堀田選手だ。2番手上田、3番手塩坂、4番手高橋、5番手ワッタン、6番手上松、7番手玉吉。さあ、トップに立った堀田、このまま守りきれるか。2番手以降が近づいてきている。上田、塩坂、高橋。さあ、2、3、4が三つどもえのグループ。そして軽トラ対決はワッタン上松、ここが 1.6 秒差。その後ろ GTR 玉吉がじりじりとまずは軽トラを捉えていく。トップ掘った白青のマシン。さあ、ワッタン上松距離が近い。あっと、玉吉が、あっと。さあ、残り時間は4分30秒です。残り4分30秒。あっと、さあ、2番手ゆかり、これで2番手は高橋、3番手塩坂、4番手上田の順。さあ、その間にトップ堀田が逃げたいところ。白青のマシン、トップ堀田選手現在ストレート、そしてそれを今高橋選手が猛追ですね。白蛍光イエロー、あー、いたけど、さあ、2分間もなく経過いたします。トップ堀田、2番手高橋、距離が 1.9 秒差。2番手高橋、3番手塩坂が 1.3 秒、3番手塩坂、4番手上田が 1.2 秒、5番手玉吉が6秒後方の7番手バッター、8番手上松が 3.6 秒差。さあ、残り時間は3分45秒です。さあ、6分間周回レース、まだまだまだ、お父さん、トップ引っかかった一瞬。さあ、これで1位2位の距離が縮まった。さあ、堀田高橋1秒切っている、 0.7 秒差。おさあ、軽トラが入れ替わっているか、前後。さあ、トップ争い、テールツーノーズ。レースは残り3分10秒。さあ、トップ堀田、2番手高橋、テールツーノーズだ。3番手塩坂、4番手上田、ここもコーナー1つ分の距離。おっと、さあ、堀田がミス。さあ、これでトップ入れ替わり、高橋トップに立った。2番手堀田が後方 0.5 秒、3番手塩坂がその後ろ 1.8 秒。いや、さあ、転倒出ている。お前、高橋さん、うまい今の。さあ、高橋選手は軽トラ2台の間、車1台分のスペースを抜けていった。さあ、堀田もうまく出た前に。これで高橋トップ、2番手堀田、距離が1秒というところでしょうか、 1.3 秒差。塩坂がその後ろ 1.7 秒、塩坂の後ろ上田が近いぞ 0.8 秒。
さあ、軽トラを、おっと、しかし、ホッタミスがあった。さあ、これで2、3、4だ。ホッタ塩坂。さあ、ここはライバル対決だ。ホッタ塩坂、0.3 秒差。2番手争い。さあ、上田もまだまだこの2番手争いに。これで相手ピット。残りは2分です、残り2分。残り2分。あ、おっと、ホッタ、これ。さあ、上田が一気に2番手。さあ、上田が前2台、門が開くかのようにラインが空いていた。さあ、とこれでトップは高橋、2番手上田、3番手塩坂、4番手堀田、5番手玉吉。お、玉吉、これ同一周回ですよ。さあ、粘って粘って玉吉が、さあ、4番手の堀田の背中が見えてきたぞ。さあ、残り時間は1分30秒、まだまだレースタイム残っている。さあ、トップ高橋、これはかなり手堅いところ。2番手以降分からないと、上田、塩坂、堀田、玉吉の順。さあ、見たままの2、3、4、5。さあ、この順位が軽トラを絡んでどうなるか。残りは1分15秒です。さあ、堀田、玉吉がテールトゥーノンだ。1秒切ってきた、0.5 秒差。さあ、この前には2番、3番、上、あー、しかし、テールトゥー。さあ、玉吉は痛恨の先頭。残り1分切って、残り55秒です。さあ、トップは高橋、2番手上田、3番手塩坂。さあ、ここ注目でしょうか。上田、塩坂が1�秒というところでしょう。 1.2 秒。3番手塩坂、4番手堀田も 1.3 秒と、ほぼ等間隔の2、3、4。玉吉が少し先頭で遅れたか。5番手、6番あっと、さあ堀田クラッシュ。さあ、上マップ割ったん、残り30秒。あー、戻った、ミラクル。あ、戻らへん。さあ、残りは20秒。さあ、ラストラップとなるか、もう一周か。残り15秒。さあ、2番手上田、3番手塩坂。さあ、残り10秒残る。2グループはもう一周ファイナルラップだ。さあ、軽トラ対決はどうなる。さあ、ここで6分経過、玉吉ゴール。さあ、上田2位でゴール。さあ、塩坂表彰台ゴール、ゴール。ゴール、はい、テーサゴールです。お疲れ様でした。 B グループ決勝、トップゴールは高橋選手、2位上田選手、3位塩坂選手でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。本日も登竜門カップ以上にて終了です。また来週もよろしくお願いいたします。